白鳥は一生に一度だけ死ぬ前に美しく歌うと言います。たとえ事実ではなくてもこんなロマンチックな話は嫌いではありません。私もまた誰かにとって最後の傑作として残りたいですから。あなたたちは俳優の前でとても多くのことを見せてくれました。全ては脚本通りにどうか定められた結末になること。鏡に映るものはあなたたちが向き合うことになる現実。テンポを少し変えてみましょう。消えなさい。大声は控えてください。クランクアップ。逃げられませんよ。痛いですよ。耐えてください。自ら命をせき立てるとは。夢を見ています。覚めない夢を。決着をつけます。切ってしまえ。知っています。結末は変わらないでしょう。レパートリーがありきたりですね。カーテンコールはここまで。レディーの私生活を尋ねるのはあまり紳士らしくない行動ですが。そうですね。あなたの顔色なら私が誰なのかすでに見当がついていませんか。